にちは、医学部受験塾メディケイト塾長の細井です。さて、今日はですね、なんともうね、医者界では知らない人いないでしょう。そんなことないですよ、ね、そんなことないです。もう誰も知らない人がいないであろう、もうね、名前を言うまでもないんですけども、シュンシュンピークリニックさんの登場です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、医者界のスーパースターシュンシュンクリニックPです。よろしくお願いします。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。シュンですね。シュンということで。なるほど、これちなみに何ですか。これは一応あの手術の手ですね。あ、そう、なるほど、手術の手なんです。あ、これは頭文字を取ってたんですね。これは取ってたんですよ。あ、なるほど、誰でも気づいてないですね。誰、基本ではない、これ手術の手です。なるほど、はい、術を忘れちまっただけで。術を忘れた。なるほど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見てますよ、メディケイトの方ですよね、こちら。あ、本当ですか。結構いろんな大学、千葉大学とか。あ、そうですね、いろんな大学あって、はい、結構勉強になりますね。いや、見ててやっぱり自分が受験生だった時にこういうチャンネルあったら絶対ためになったよなって。なりますね、これは。知りたかったですよね。知りたかったです。いや、高校の時に知りたいじゃないですか、どんな勉強するとか。いや、そう。あと僕国立だったんですけど、私立大がどういうこのなんて言うんでしょう、感じなのかね、感じなのか全く分かんないですよね。全然キャンパスライフなのか、はい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 、はい、すごい見てて楽しいです。いや、そうですよね。だから結構そのもちろん親御さん受験生含めて、はい、お医者さんがこうね、昔を懐かしんで見てくれてるんですよ。だから結構そのまあ20代前半の層も多くて、それでもう医学部入ってる子たちですよ、簡単に言うとね。そうですね、はい、そういう子たちが見てくれてるんですけども、はい、まあ今回はね、もうね、しゅんさん来てくれましたから、はい、もうね、シュンピーさんのまずはね、その受験だったりとか、あとは今回ね、キャリアですね。キャリア、はい、やっぱりもう医者になる子たちが見てるチャンネルなので、うん、今回ね、医者×芸人っていうね、これは今まで初ですかね。多分僕が初だと思います。そうですよね、はい、史上初のキャリアを、まあ、歩んでいる。普通いないですからね。まあ普通考えないならないそんなこと。そうですよね、頭おかしいとしか思えないですもんね。そうですよね、なかなか普通はならないですもんね。いや、なかなかないと思いますけども、はい、もうそこら辺のちょっと裏はね、まあ僕は医者ですからね、はい、医者目線から聞かれることはなかなかないと思うので。あ、そうですね、はい、なんでっていうところを聞いていこうと思います。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、さてですね、はい、まずなんで芸人になったのかって、まあ、どこでも聞かれてると思うんですけども、はい、まず聞かせてほしいんですけども。やっぱ笑いで人を救いたかったからですかね。あ、すいません、119番お願いします。ください。なんで僕が運ばれなきゃいけないんですか。あ、すいません、ちょっとメンタルがちょっと弱っているのかと思いまして。来る側です、いちいち。あー、なるほどなるほど。まあ実際は大学時代にめちゃくちゃお笑いにハマって、おー、で、あの M1 グランプリってあるじゃないですか、はい、あれの2003年にフットボールアワーさんが優勝した時があるんですよ、はいはい、あれを見て僕めちゃめちゃ満点でかっこいいなと思って。なるほど。もともとダウンタウンさんとかも中学の時好きで、あのごっつええ感じとかよく見てたんですけど、はい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 、大学の頃にすごい若手芸人っていうのにハマって、うん、なんかすごいかっこいい素晴らしい職業だなっていう思って、いつか養成所 NSC っていうところがあるんですけど、はい、いつか入りたいってずっと思ってて、はい、まあ、そのまま研修医になって、ただ研修医が終わった時に普通医局に入るじゃないですか、うんうん、まあ、そうなったらもうこの医者のレールからなかなかはみ出すのは難しいなって思って、まあ、最後に30歳になって後悔したくないから養成所に入ったっていう感じですね。なるほど。じゃあ NSC っていう医局に入っただけなんですね。そうですね、入局されたということなんですか。だからみんなが順天堂とか東大とか、はいはいはい、僕は NSC 吉本の医局に入った。なるほどなるほど、はい、じゃあまああんまあまあ生活は変わらないっていう感じですね。めちゃめちゃ変わってます。めちゃめちゃ変わりましたよ。なるほど。じゃあ実際例えば、はい、あの芸人に進む人たちって、うん、大学の時からお笑いサークルとか、あの落語研みたいな、はい、お知見みたいのに入ってる人って結構多いと思うんですよ。多いですね。実際やっぱりその今の芸人さんも含めて、うん、やっぱ中高からもう実はもうコンビがね、うん、もう組まれてたりとか、はい、もともと高校の同級生でずっと漫才やってきたみたいな人が多いと思うんですけど、シュンピーさん中高の時からやってたんですか。いや、全然やってなかったです。やってない。はい、で大学時代は大学もやってなくて、はい、ただ友達と一緒に M1 グランプリの予選に出たことはあります。なるほど。じゃあちょっとその時のネタいきます。覚えてないです。覚えてないかい。覚えてないわ。え、これじゃなかったんですか。いや、もう全然ですよ。ちなみにどんなネタ。それは医者関連のネタだったんですか。あの、それが同級生と出たんですけど、はい、医者関連じゃなかったです。あ、じゃないんですね。全く違うネタやってました。医学部生と出たのに全然医者ネタをやらない。全然やらなかったです。あ、なるほど。で、その彼は今も漫才の道に進まれてるんですか。いや、今はその彼は、循環器内科になりました。なるほど、マットでよかったです。はい、はい、なるほど。でもその後僕養成所行って、はい、養成所でお笑いのコンビを組んだんです。はい、で、その時のコンビの相方は全然医者とか医学部でも何でもないその場で出会った人なんですけど、最初は医者のネタとかやってなかったですもん。あ、なるほどね。もう普通のネタやってました。もう普通に漫才、もう漫才、ザ漫才です。
なんかハイキング行ってうんこ拾って、あこれ相方に届けてやろうみたいな。あのもちろん、もちろん笑っちゃいました。今仕上げるところで。ちょっといやでももちろん全然もう受けなくて、まあ、その時ってもう NSC 生ってやっぱ俺がおもろいと思ってるやつがみんな入ってくるから、まあそうですね、人のネタで笑わないんですよ。あなるほどね。全く笑わないんです。はいはいはい、はい。でもその時にあの講師の先生に、まあ、僕23の時7歳だったんで、もう27まで何やってたのって聞かれて、いや僕もともと医学部行ってって言ったら、いやなんでそれ使わないの。それやれよって言われて、はい、そこから医者のネタやり始めたんです。でそっからピンになったってことなんですか。あそうです、僕6年ぐらいコンビやってましたから。はあなるほど。 NSC って何年間行くんですか。 NSC1 年ですね。あ1年だけなんですね、はい、でもほんと専門学校以下の。あそうですね、なんちゃってなんですね、はい、まあ、なんちゃってちゃなんちゃってです、ね、はいはいはい。だからそこで本当にいろんな種を集めてきて芽生えるやつをもうが、まあ、そう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 、あの吉本だから汚いからとりあえず40万円みんな払うんで集められるんですよ。なるほど。とりあえずもらっといて、はい、もうやめるやつやめるし、なるほど、ね、全員に流せて売れたらラッキーっていう。あーなるほど。そういうシステムなんです。だからまあ一応ねみんなやっぱ NSC 何期何期って、ね、まあ芸人さんも言うじゃないですか、はい、だからまあやっぱり吉本がバックっていうのはお笑い界でやっぱ強い、まあ、めちゃめちゃ強いです。ですよね、はい、けどもその中で頭角を現していくかっていうのは本当に別に医師免許とかなんだとかじゃなくて、はい、面白いか面白くないかだけなんです、ね、もうそうですね。なるほどこれは、はい、全然医局よりシビアです、ね、でもそうかもしれないですよ、はい、医者で売れるっていうか医者で有名になるよりかやっぱお笑いで有名なのかやっぱ一握りですから、はい、いやまあ間違いないでしょうね。その時売れた時のやっぱりこうやらしい話お金とかも、はい、やっぱりお医者さんとかよりかは売れた時の伸び率はもうすごいと思います。確かにそうですね。リスクが高い分リターンもでかいですよね。そうです ね、 ね。じゃあ研修終わりました。もう研修医のいつ頃から NSC に行こうと、はい、これはもう1年目からは行こうって思ってました。なるほど。大学卒業してマッチング受かってマッチング受けて研修になる時には群馬大学出身なんですけど、はい、都内に、行ってたんです研修医で、はい、で都内に、まあ、一応倍率 4,5 倍のぐらいのところに受かって、うん、受かったってことは俺は東京に行けるということは、はい、NSC に入れっていう運命なんだと思って。勘違いですね。勘違いって言わないでください。学術現場お願いします。やめてください。2代目ちょっとね、初心者とかも来ちゃいそうでね、はい、2代目来ちゃいますから。そうですね、はい、でもそうですね、だから俺はもう行くんだと思ってその時に。でもちろん研修は研修で真面目にやってたんですけど、はいはい、まあ、すごい迷ってました正直。あ行きたいって気持ちはあったんですけど、夜に行きたいって気持ちを持って、で、あのテレビ番組とか見てうわ俺もこういう世界入りたいなと思って、でも朝方僕朝シャワー浴びる派じゃないですか。そうですね。そうなんですよ。で朝シャワー浴びてる時にやっぱこんな考えちゃダメだみたいな。なるほどなるほど。そういうのもずっと繰り返して自問自答を繰り返してました。まあそれ迷いますよね。めっちゃ迷いましたね。まあ確かにね。けれどもやっぱり僕ももう医者の中ではどっちかと外れた道歩んでるんですけど、まあ正直その医局に入るっていうのは9割9分ぐらい顔が外れてますもんね。あもうダメですかこれ、はい、ダメ、はい、顔が医者から外れてます。整形した方がいいですかね。整形した方がいい。整形した方がいい。もうちょっと地味な顔した方がいい。もう爽やかにした方がいい。森永先生ぐらいにしといてもいいですね、はいはい、そうですね。じゃあもうだからそういうキャリアをもう歩むっていう前提で、まあ、研修を終えて、まあそうですね、悩みながらですけど、うんうん、はい。でちなみに NSC、まあね、誰も知らないと思うんですけど、どうやったら入れるんですか。あれも願書がすれば誰でも入れますよ。そうなんですか。一応面接あるんですけど、本当にヤバいやつじゃない限り、うん、イエスとかノーが言えれば入れます。あなるほど。それはもうなんか理三の面接と同じぐらいのレベルですね。もうなんか病んでる人とかね、精神病じゃなければ OK みたいな。 あそうなんですか。まあ、医学部受験の面接ってやっぱりそういうとこ大きいじゃないですか。まあ確かにそうですね、うん、まあ点数取れてればね十分っていう、だから面接の意義はそんなにないってことなんですね。そうですね。あ、はい、なるほど。データ見せがあるんですか。あ、いや、ないです、ないです。ないですか。もうないです、なんもないです。勝手にやるやつはいました。勝手に一発ギャグやる人はいました。なるほど、はい、けど別にそれが合否に関わることはない。全く関わらないです。なるほど。ちなみにそのヤバいやつが落ちないと NSC に千鳥の大悟さんは落ちてるらしいです。あ、すごいっすね。なるほど。ちなみに NSC では漫才ってものをちゃんとその体系的に学ぶんですか。あ、いや、全然ですよ。え、そうなんですか。もう講師の先生がいるんですけど、はい、じゃあお前らおもろいことやってみっていうスタンスです。うわ、ヤバ。勝手にみんながもう勝手に学校内でコンビを作って、はい、ネタを作ってきてただ見てダメ出しをするっていう感じですね。例えばなんか僕らみたいなね、コンサバの人間だと1弦2弦3弦4弦ってあるのかなと思うんですけど、はいはい、実はあるんですか。一応あるんですけど、まあ週2、3回ぐらいしかなくて、その中でも2、3コマぐらいです。で、売れてる芸人さんとかも大御所さんとかが来て、はい、そうですね、特別に授業してくれたりとか、あとあのテレビで活躍してる放送作家さんっていうのがいるんですけど、あ、はいはいはい、まあその人たちの前でネタ見せをしてダメ出しをしていただくと。なるほど。ちなみに、はい、その例えばそれって集団授業で浴びに行ったらあんまりないと思うんですけど、結構あれなんですか、みんないる中で1組出てって、
やるみたいな、はいはい、マジ地獄ですよ。いやーけど一番面白くなりますよね、そのトレーニング施設。そうですね。でそんな下手な、はい、その例えば笑いの哲学とか、うん、笑いのなんか仕組みとかね、その構造みたいのを学んでも正直そんなの絶対取れないじゃないですか。です、ね、はい、だからそのロジックじゃなくて実際に笑い取れるか、しかも笑わないやつらを笑わせられるかみたいなとこに執着するわけです。そうですね、かなり経験もものを言うし、うん、あとでもこれがあれなのが、やっぱりそこってさっきも言ったように、そのおもろいやつ、俺がおもろいと思ってる尖ってるやつがいっぱいいるから、はい、そこで受けるやつって卒業してお客さんの前でやると全然受けないんですよね。全然違うんです。なるほど。普通にあの若い女性に受ける漫才と男臭い人に受ける漫才では全然違うじゃないですか。あ、そうですよね。しかもそのお笑いを志す人たちに受ける笑いと、俺らみたいな、ね、一般人が受ける笑いって全然違いますよね。全然違う。そこでめちゃくちゃ優秀だったのに卒業してから全然ダメになった人もいるし、そこでは何このこいつらみたいな感じで思ってたら、なんかキラキラしたこうワーキャーみたいな漫才師が結構卒業してから人気出たりとか。なるほどね。でもこれがあの結局でも最終的に売れるのはやっぱりそういうところで受けてた人の方が売れますね。はあ、やっぱそれは何て言うんですか、笑いの根本が抑えられてるからですか。いや多分そうかもしれないですね。あの若いお客さんとかには受けるけど、結局なんかそこで満足してわーってなってくるんですよね。うん、確かに確かに。だからその NSC でめちゃくちゃ面白い人が卒業してあんま受けないんだけど、なんかそこをそのいい感じで丸くなっていくと売れるっていう、あ、なんかそういうね、あれはあります。まあ確かにね。だから若い人なんて、まあある意味でね、こう熱しやすく冷めやすいから、はい、まあ、ドッカーンってね、ちょっと一時ブレイクしたとしても、うん、すぐね、次の日に行っちゃいますからね。はい、だからそういうところが厳しいっていう感じ。そうです、そうです。はぁ、これは一曲より全然厳しいですね。厳しいですね。だからもうヘイヘイドクターで増えたフォロワー、今ちょっと減ってますもん。やかしいわ。卒業するともう吉本専属になるわけですよね。専属に一応なります。それは全員がなれるわけじゃない。基本全員なれます。全員なれる。はい、なるほど。普通に授業出てれば全員なれます。へえー、だからまあ所属芸人という形にまずなり、そうですね、なりましてと、はい、でそこからはもう仕事がもらえるかもらえるかはもう自分次第です。ちなみに同期何人いました？同期は僕ら多くて900人ぐらいいました。はい、900人、はい、やばくないですか。ちょうどエンタの神様とかレッドカーペットとかが流行って、それに影響を受けた人が900人入って。はっ、それ大阪と東京とか分かれてるんですか？いや、東京だけです。あ、頭狂ってません？900人どうやって授業するんですか？それ100人ずつぐらいで1クラスになって、それを 2,3 コマぐらいに分けるんです。半端な。だから医学部1年100人ぐらいじゃなくて、それの9倍ですから。やべえな。すごいですね、関東圏の国公立ぐらいいるわけですね。そうです、そうです。で、卒業するときにもう半分はやめてますね。マジっすか。いないの？やっぱダメだと思って。ああ、と大学行きながら来てる人とかいるから、途中でなんか面倒くさくなって来なくなるとか。なるほどね。もうだから完全になんていうんですか、その誰かを、まあ、フォーカスして育てるような施設では全くないわけですね。そうです。もう生き残れみたいな。金さえ取れればいいんです。あ、吉本は40万かけ900で40万かけ900さえもらえればいい。まあまあまあ、まあ、そうでしょうね。今どれぐらい残ってると思います？あ、同期が？芸人やってる人？はい、話聞いてると、まあ、10% ぐらいやっててほしいなと思いますよ。あー、90人ぐらい。90人ぐらい。でもまあ50人ぐらいですね。あ、もうじゃあ 5% 5% ぐらいですね。はい。すげえ生存率。卒業で半分減って毎年引退していくというか、いなくなっていくわけです。そうですね。で、引退も別にあの契約があるわけじゃないから、もう自然にライブ出なくなったりとか、自然に辞めていくって感じです。なるほど。じゃあ今だから俊平の同期はもう50人ぐらいになる。50人ぐらいですね。あー、ちなみに僕はあんまちょっと詳しくないですけど、はい、同期で一番有名なんだよ。東京だったらユニバースってわかります？わかんない、今ググります。ユニバース。はい、あとは僕らは東京はまだ全然売れてないです。あ、そうなんだ。あと大阪で言うと、コロチキ。あ、コロコロチキチキペッパー、はい、は同期。あと霜降り明星も同期です。え、霜降り明星って言ったら俺でも知ってますよ。霜降り明星は同期で、でも霜降りは、NSC 数に直接オーディションで吉本入ってますね。あ、じゃあ吉本、要は NSC を経ずに吉本入隊したのが同時って感じ、はい、同時って感じです。霜降り明星はすごいですね。ですね、10年目ですね今は。あ、すごいな。なるほど。でもそれぐらいですかね、同期で名前が世に出てるっていうのは。あ、もう実際例えばその M1 とか、まあ、R1 とかいろいろあると思うんですけど、はい、もうあれってもう一切やらせなしと思いますよ。え、なんですか、はい、ちょっと、はい、何には含みあったんですか。いやいやいや、だと思いますよ。いや、わかんないですけど、まあ、僕もわかんないです、それは正直。あ、そうなんですか。そこら辺は。いや、まあ、正直俺であんまテレビ信じてないから、なんていうんですか、まあ、いろいろなね、パワーが働いてる。もちろんありますよ。ちょっとは、あの、悪
枠とかはあるとは思いますけど、はい、わかんないですけど、でも僕ら芸人は全然わかんなくて、とにかく一生懸命やるしかないっていう感じです一生懸命やって受かればいいっていうスタンスでみんな頑張ってます。スポコンっすね。スポコンですね。半端ねえわ、はい、僕もコンビ時代は準々決勝までは行ったことあったんで。あ、すごいっすね。だから80組ぐらいまで残ってたんです。はあ。その時はもうがっつり医者ネタやってました。え、コンビで医者ネタ、はい、で相方は医者ではないんですけど、医者に突っ込むみたいな感じで、はい、あ、いやそれも面白そうですね、はい、そのわけわからんわみたいな突っ込みです、ね、なるほどけどね、まあ医者ネタって難しいのは本当にわけわかんない場合があるそうそうそう、だから本当にわかりやすくしないと伝わらないんですよ。そうですよね。だからギリギリ一般人が知ってるけど医療ネタみたいなところを狙わないといけない。そう、だから僕これ正直あのちょっと診療というか役立ったのが YouTube に、はい、その時にめちゃくちゃそのなんでしょう、お客さんとのすり合わせをすごいしたから、あ、だから結構これがわかるんだとかこれがわからないんだとかその線引きがめっちゃわかるようになりました。確かに実際、まあ、今ね、まあ、これだけ売れてて、どうなんですか自分的には売れ具合は。いや全然ですよ、まだまだ、はい、どんぐらいがやっぱ目標っていうか、やっぱこう国民全員が知ってほしい。まあなるほどね、国民全員が知ってくれるまで。今で言ったらそのかまいたちとか。あ、そうですね、まあ、そうですよね。あとはまあそのミルクボーイとか、はい、まあ、ああいうレベルですよね。そうですね。だから M1 の3組に残るぐらいになると、はい、多分全員が知ることってないです。そうですね。いやー、そこまで言ったらもうね、まあ、安泰でしょうけれどもそうですね。だからお笑い好きが知ってるぐらいだったらそれ満足できないってことなんですね、はい、で僕がお笑い好き、あ、まあ、芸人好きと、まあ、医療関係者、あと他の人はなかなかやっぱり知ってる、知らない人多いんで、はい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 、そこまで知られるのが目標ですね。なるほど。芸人ってね、生活について取り沙汰されると思うんですよ、はい、要するに、まあ、下積み時代すごい厳しかったとかいうところがあると思うんですけど、はいはいはい、まあね、僕ら医者ですからっていう話がちょっと面白くできそうなので、はい、次の動画でお楽しみに。